Yeah, we're here for the Losing Heroines. Let's see what this NTR since came out. Okay, let's start this episode now. Haha, been caught. Really? You're. What the? You got this all wrong, man. Ray? Oh my god! Man, bro, your problem is choosing the wrong, you know, wrong guy to talk about this. We're following you. With who? Really? もしかしてレモンか違うから安心してくれ。よし、そういうことなら俺に。Leave to you what? どいつもこいつも俺のこと鈍感とか言うけどさ、おめえ返上ってとこ。その子を誘ってみんなで遊びに行こうぜ。Really, really slow. I'm sorry. He chose you. Oh my freaking hell. And you're like, and that looking good. What kind of combination is this? Wow. 今回の集まりが茶番なのを知らないのは危うい一人か。焼き塩は単にみんなで遊びに行くだけだと思ってるし。カウン。おお。ちょっと。何？夏休み。男女5人。高校生。ここまで言えばわかるよね。え、わかんない。完全に青春でしょ。映えでしょ。見て。私の気合の入った格好を。Really、それが地下資源館って何？名前に地下とかついてんじゃん。あのさ、男子はこういうのでも楽しいのかもしれないけど、他の女子たちも。うわあ、皆さん見てください、oh, この立派な雲母。I'm sorry. これ一個でどれだけコンデンサが作れるんでしょうか。トロッコあるよトロッコ。これ乗ってもいいのかな。私少数派なの。No, you're not. I'm sorry. ね、今日の企画ってヌックンが考えたの？え、ああいや、この場所は綾乃と相談して決めたんだよ。けど遊びに行くってのはあいつが言い出したかな。ああ、ね、ヌックンいつの間にそんな仲良くなったのさ。まあ話の流れってやつ。あいつ楽しそうだな。ところで千葉はどのコンデンサが好きなの？俺たちも一緒に行くか。いいよ。美月たちの邪魔なんてしないって。今日は二人をできるだけ一緒にしてあげる。でもさ、ひょっとして私になんか変な気使ってる？いい。いいの。私はあの二人の応援団みたいなものだから。心配しないで。Won't that be hurting you, like... 私はこれでいいの。焼き塩っていつも笑ってるけどさ、こういう時には大人だよな。ほほう、ようやくわかったか。Where is that? Is what's done? Let's rock, you know, real rocks.
I'm sorry. ねえ、美月さん。これって謎解き要素もあるんですって。どうですか？一つ勝負でも。へえ、面白そうだな。レモンも一緒に勝負しないか？私も？上映中、ヤナミさんと二人にしてやるからさ。おお、いいな。そういうのやめてくれない。照れるなって。さあでも、俺たちは三人で見ようぜ。美月は朝雲さんと一緒に見とげなよ。どうぞ気にせず一緒に見ませんか？私、ヤキシオさんとも仲良くできたらいいなって。ありがとね。でもさ、せっかくなんだし、朝雲さんは美月と一緒に見なよ。いや。さあ、ヤナちゃんもヌックも行くよ。待ってくれ。これには事情が。美月、あんたはちゃんと朝雲さんのそばにいなってば。私たちは3人で見る。美月は朝雲さんと見る。はい、これで話はおしまい。あんたの彼女は朝雲さんなんだから、彼女を優先しなきゃじゃん。ああ、俺が悪かった。ほんと太陽、私の惚れた男なんだからもっとシャッとしなって。だよな、ヤキショウが惚れたほどの男なんだから、もうちょいしっかり。 What the hell? あれ？ん？レモン、惚れた男って？バスティード！今のは、その違くて違うから、違う！レモン！行かないで。だけど。だって私はここにいます。私、美月さんの彼女です。ごめん。中水子、こんなの俺の柄じゃない。背景キャラの出番じゃない。ヤキシオには追いかけてくれる主人公はいない。私、このままバスで帰るね。せめてバスが来るまで一緒にいてもいいか？じゃあさ、なんかお話ししてよ。文芸部の部誌作るって話、何書くか決めた？ヌックン、こういう時って笑える話で女の子を元気づけるもんじゃない？まあ別に武士の話でもいいけどさ、私童話でも書こうかな。童話？そう、昔々あるところに一人の女の子がいました。走るのが大好きな女の子はある日一人の男の子に出会いました。その男の子はいつも本ばかり読んでいました。男の子は女の子に本の話をたくさんしてあげました。二人は仲良くなりましたが、実はその男の子は王子様でした。王子様は大きくなったらお城に行ってしまいます。女の子も一緒にお城に行きたかったけど、礼儀作法を知らないし、舞踏会のダンスも踊れません。悲しむ女の子を見て、王子様は一緒にダンスの練習をしてくれました。女の子は一生懸命練習しました。
そして女の子は王子様と一緒にそのお城に行くことができました。めでたしめでたし。ありがとう、みんなにごめんって伝えて。その後王子様と女の子はどうなったんだ？それでおしまい。物語はね、いつだってめでたしめでたしで終わりなの。Now that reminds, happy ever after. すいません、こんな夜分に。俺は大丈夫。ヤキシオさんと連絡取れましたか？私の気持ちが中途半端だったせいです。身を引いてもいいとか口だけで、あの日だってヤキシオさんを追う彼を止めるべきではありませんでした。あれは朝雲さんは悪くないよ。私疲れちゃいました。もし美月さんがヤキシオさんのことが好きだと言うなら、私は別れるべき。それは違うよ。朝雲さんはいい加減な気持ちで綾乃に告白したんじゃないよね。それにこれで二人が別れたら、それこそ役所は本当に傷つくだろう。いや別に責めてるわけじゃなくて、とりあえずあいつのことは俺に任せてくれないか。はい、ではせめてこれを。いやそれ使っちゃダメだからね。約束だよ。 GPS。 はい。 Shouldn't use that on。 約束だからね。はい、もしもし。こんばんは、起きてた？あ、はい。ヤキシオちゃんのこと聞いたよ。大変だったね。はい、まあいろいろと。それでさ、今ヤキシオちゃん新城にあるおばあさんの家にいるらしいの。だから明日予定開けといてね。先輩ちょっと話が見えないんですが。決まってるでしょ、みんなでヤキシオちゃんを迎えに行くのよ。Really? You just...Okay, everybody's here. なんで俺はこんなところにいるんだ。 You are the club member, I'm sorry. お腹すいた？うん、お腹すいた。じゃあ食べに行こうか。うん。私、糖質について考えてたの。そうか、考えちゃったか。ちゃったの。約1万年前、人間が狩猟生活から農耕民族に移ったでしょ。 Okay. つまりそれは糖質生活への移行でもあるの。へえ、そうなんだ。その話まだ続く？人類は糖質の奴隷と言っても過言じゃないんだよ。私も糖質との向き合い方をもう一度考えるべき時期が来たってこと。つまりやっぱそうめんの食べ過ぎで太った。食べません。嫌なみっちゃん、1年ぶり15回目のナイスバディです。やはり梅ジャムが左側じゃない？いや、梅ジャムは鹿カレーは左って感じがしないのよね。梅ジャムの酸味が昔やんちゃしてた感がないかな。そこをあえて右に回す。世代交代。こいつら何やってんの？ぬくみずくん、説明が必要なようね。いらないです。まあ聞いてちょうだい。世間では負のものは鉛筆と消しゴムを見ても攻めと受けを考えるとか、そんな偏見が広まっている。今やってたの違うんですか？これはあくまで思考実験、脳トレみたいなものね。で、右とか左とか言ってるのは何なんですか？横書きの文字を書くと攻め、受けで、攻めの方が左側に来るでしょ。左が攻め、右が受けって意味なの。これなら人前でも談義ができる。できてもするな。でも辛いのが攻めってのも安直じゃん。カレーの刺激は相手を傷つける。
だからこそ。なるほど。愛し合いたいけど傷つけてしまうから触れることができない。何それ、たぎるじゃない。そろそろ出発しませんか。本当に焼き塩のところに向かってるんですか。どんどん山奥に進んでますよね。大丈夫だって、カーナビがあるから。それならいいですけど。でもなんでおばあちゃん家にいるって分かったんですか。焼き塩ちゃん陸上部の方も休んでるみたいでさ、部長から相談されて一緒に焼き塩ちゃんのお母さんに会ってきたの。お母さんも焼き塩ちゃんの様子がおかしいの心配していてね。よし、着いた。焼き塩一族とはいえこんなところに住んでないだろう。なんか道迷っちゃってさ。もう一度住所確認してもらえないかな。You didn't get like a map or GPS in... 私があそこに立つから流されるの覚悟で下流から映える写真撮って。柳波さんのスマホごと流されてよければ。はい、中水くん、何やってんの、コマリ。騒がに言いた。おう、騒がに、どこだ。 あまり喋るな、出てこなくなる。人にポーズ取らせといてどういうつもり。騒がにってそんなに魅力的なの。いた、カニ。really、マリちゃんもカニ。みんなそんなにカニがいいの。美味しいから。ほら、機嫌直して動画撮ろうか、動画。お、いいね、分かってきたじゃん。どうしたんだ。改めて動けと言われるとどうしていいか分かんなくてさ。歌ってみたら、ゾウさんとか。なんかかわいそうな感じにならない。大丈夫。おお、ん、どうしたの。タラバガニでも出た、ズワイ。もうちょいレアものが。マジで、ケガニ。うわぁ、うわぁ、デーン。 And you're shooting all of this。 猫足バスタブ、本物初めて見たよ。元は誰かの別荘だったらしいよ。おばあちゃんが大学の教授してた時に買ったんだって。元大学教授の別荘ね、写真撮っていい。匂わせていい。匂わせ。焼き塩に会えたのはいいけど、これからどうしましょう。どうしましょうって、元気そうだしよかったじゃない。だからですよ、わかりやすく落ち込んでたらいいんですけど、あんな風に元気にしてたらかえって何も言えなくて。何でもすぐ解決を急ぐのは君の悪い癖だね。ああ。から元気も元気のうちよ。まずは彼女に寄り添ってあげなさい。Yeah. はい、こまりちゃん、次どうぞ。わ、私は別に関わってない。先輩ちょっと、まあまあ。強っ。おお。I can't sit down now.Really? なんであんなとこにいたの。偶然この辺に遊びに来ててさ。嘘でしょ。ね、いや、そのありがとね、気を使ってもらって。ただいま。あら、お客さんかい。うん、おかえり、おばあちゃん。お邪魔しています。私たちレモンさんの学校の文芸部の者です。よろしくね、ゆっくりしてってちょうだい。そうだ、せっかくだからお寿司でも取ろうか。みんな苦手なものはない。そこまで迷惑をおかけするわけには。大丈夫です、何でも食べられます。いただきます。You want to eat sushi or you want to eat him? 身がふわふわで美味しい。コマリも早く食べた方がいいぞ。思った以上に寿司の減りが早い。いくらは初めてだから少し怖い。うん、そっとしておこう。
はい、こまりちゃん、これ食べなよ。ウニとアワビ。おお、どっちも食べたことない。片付けするよ。はい。山の中で一人暮らしって寂しくないですか？今はネットもあるし不自由ないわ。こうして孫もお客さんを連れてきてくれるしね。ねえみんな、このまま泊まっていきなよ。部屋はたくさんあるし。気持ちは嬉しいけど着替えとか持ってきてないし。ちょっと待てよ、ヤナミは川に落ちた後新しい服に着替えてるよな。先輩、ひょっとして今日って最初から泊まるつもりだったんですか？あれ言ってなかったっけ？聞いてませんし、急に泊まるとか言っても迷惑だろうし。いいじゃない、みんな泊まってくれたら嬉しいわ。あの自分、おばあちゃんに任せておきなさい。You're the only noble person here. You're the only noble person here. Let anyone of you who has never been dumped, please the first to throw a stone at the loose herons. Is there anyone? I'm sorry, I won't be the first one here.